もう渋いのは嫌だ。どうやったら紅茶が渋くなくなるかについてお伝えします。こんにちは。お一人様限定の紅茶教室をしています、じゅんじゅんです。渋くない紅茶ね。なんとなくね、紅茶って渋いもんだよねと思ってる方の方が多いのかなって思うんですよ。紅茶によっては渋いものもあります。でも渋くない紅茶もたくさんあるんだよっていうことを今日はお伝えしたくて、どうやったらね、渋くない紅茶を飲むことができるかについてお伝えします。渋くない紅茶を飲むためには大きく2つあります。それは茶葉選びと入れ方なので、今日はこの渋くならない茶葉選びもしくは入れ方を10個お伝えします。どれか一つでもね、やったことがあるよとか、これやってみようと思ったものが見つかった方はいいねボタンを押してみてください。そして実際にやってみて感想とかね、コメント欄にいただけると嬉しいです。では早速1つ目。1つ目がですね、まず渋くない茶葉を選びましょうということで、じゃあ何が渋くないのか。1つ目は国産紅茶を選ぶです。国産紅茶ってね、柔らかいとか優しい味わいって言われるんですよ。国産っていうだけで味わいがね、優しかったりまろやかだったりするんですね。ほとんどの国産紅茶が渋みってそんなにね、感じることがありません。全国各地ね、今もうどれだけの種類があるかわからないぐらい、たくさんの国産紅茶がね、販売されています。でも、ほとんど、どれも、もう、何割って言えないな、言えないけど、ほぼほぼどんな紅茶を選んだとしても、渋くない紅茶が飲めると思います。一つ目は、国産紅茶を選ぶです。そして、二つ目がですね、大きめの茶葉を選ぶ。茶葉ってね、いろんなサイズがあるんですよ。いろんなサイズがあって、茶葉のね、サイズが小さい方が味わいが抽出されやすいんです。大きなリーフの方がゆっくりと優しい味わいが出やすい傾向にあります。とはいえね、大きいからといって全部が全部渋くないかというとそうでもないんですけども、細かな茶葉と大きな茶葉があった場合、大きな茶葉の方が渋くなりにくいです。なので、ポイント二つ目は、大きめの茶葉を選んでください。そして、三つ目がですね、無農薬栽培の茶葉を選ぶ。自然栽培の多くが、味わいがね、優しいものが多いんです。自然栽培とか、無農薬って書いてるものを選ぶと、渋くない紅茶を飲む確率が上がります。農薬を使うと渋くなるのかっていうと、そうではないんですね。農薬の種類にもよるんですけども、多くの場合農薬を使うと旨味成分が豊富でないと言われています。なら渋くならないじゃないかと思うかもしれませんが、なぜだろう、なぜかわかんないんだけども、農薬を使ってない紅茶の方が優しい味わいが多いです。なので、渋くない紅茶を選ぶ三つ目は、無農薬の茶葉を使う。そして、4つ目。どんどんいきますよ。4つ目が、渋くない産地の紅茶を使う。これはちょっとだけ知識がいるんだけれども、ブレンドされてない紅茶っていうのは、産地の地名がついてるんですね。例えば、アッサムっていうと、アッサム地方、北インドのアッサムで採れた茶葉をアッサムと言います。地域ごとに茶葉ってね、味わいの特徴があるんですよ。中には、まあ渋いよねっていう茶葉があるんですね。なので、渋くない茶葉を選ぶことがおすすめです。渋くない茶葉はどこっていうと、1つ目が南インドのニルギリです。ニルギリの特徴は何かというと、とてもね、色は綺麗なんです。透明度が高くて紅色の綺麗な色をしています。そして味わいもね、すっきりとしたキレがある味わいなんです。でも渋くないんですよ。おすすめ1つ目が南インドのニルギリです。そして2つ目が中国のキームン。キームンって言ったり、キーマンって言ったり、キーモンって言ったりするんですけどもね。漢字で書かれているので、読み方はいろいろあるんだけれども、私はキームンって呼んでます。キームンは、一般的にはスモーキーフレーバーって書かれることが多いです。でも、本当に高級な茶葉、高級なキームンって、スモーキーじゃなくって、ランのような華やかな優しい甘い香りがするんですよ。ほとんど渋みはありません。優しい、華やかな気持ちになりたいとき、そして渋くない紅茶を選びたいときは、キームンをおすすめします。そして三つ目がですね、インドネシアのジャワです。ジャワティーってね、ペットボトルでも
売ってたりするので、聞いたことはあるかなと思うんですよ。今でこそ無糖紅茶って流行って出ていますけど、一昔前で無糖紅茶ってジャワティーぐらいしかなかったんですよね。ミルクも砂糖も入れなくてもガブガブ飲めるぐらいジャワティーって飲みやすいんですよ。渋みもなく色味も綺麗。そして味わいはね、特徴がないって言うとなんか残念な風に聞こえるかもしれないんですけど、日本で言うと麦茶のようなガブ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 飲めるぐらい飲みやすい紅茶なんですね。なのでガブ飲みしたい時、もしくは日常的に紅茶を楽しみたい場合はジャワがおすすめです。そして4つ目がですね、アフリカ紅茶。アフリカっていうとすごい珍しい茶葉に聞こえるかもしれません。例えばね、メーカーさんがブレンドしている紅茶あるじゃないですか。イングリッシュブレックファーストティーとか、あとなんだろうな、あんまりブレンドティー買わないから出てこないんだけど、なんだろう、アフターヌーンティーブレンドとかないかな、ないかもしれないけど、まあなんかそういうシーンの名前がついたような紅茶が売ってたりするじゃないですか。ああいう時に割とね、ケニアって入ってたりするんですよ。ケニアがブレンドに使われる理由は、色が綺麗っていうことと、コクがあるっていうところ。そして、それほどブレンドした茶葉の味わいを左右するほどの強い味わいを持っていないから。お値段は若干お安めなんですよ。なので、傘を増やすって言うと言葉が悪いけれども、より色が綺麗で、コクも出て、そして茶葉もたっぷり楽しめるっていう理由で、ケニアがね、ブレンドされる確率ってすごくあるんですね。で、そのくらいケニアっていうのは味わいがね、優しいんですよ。なので、他のね、アフリカ紅茶も同じように味わいがね、優しいんだけれども、なかなかね、一般的に手に入りづらいので、専門店でもね、なかなかね、売ってないんですよ。なので、一番手に入りやすいものがケニア。で、最近ではね、スーパーでもケニアの紅茶ってね、売られてたりするので、渋くない紅茶飲みたいなって思った時、ケニアがおすすめです。しかも、ダントツお値段は安いです。ということで、いくつ目？数忘れちゃった。5つ目かな？ 5 つ目が、ごめんなさい。これは数がずれるかもしれない。言わないようにしよう。ということで、渋くない産地の茶葉を選ぶ。華やかな柔らかい気持ちになりたければ、キーム。そして、ガブガブ飲みたいときは、ジャワ。紅茶らしい味わいを楽しみたいんだけれども、渋くない方がいいなっていう方は、ニルギリ。お値段も良心的で、日常的にね、紅茶を楽しみたい方は、ケニアがおすすめです。そして、次。次って言いますよ。次はですね、収穫時期を選ぶ。収穫時期を選ぶです。どういうことかというと、収穫時期によって茶葉の伸び方って違うんですよね。春、夏、秋、冬。そういう季節の変動がしっかりある場合、紅茶は寒いとね、取れないので、冬場とかね、気温が低い時は、紅茶は休んだ状態なんですね。休んでるからといって、ぼーっと何もしないかというとそうではなくて、太陽を浴びたりしながら、でも自分にとっては厳しい環境なんですね。そういった環境で、旨味成分とかね、美味しい成分をじっくりと茶葉の中に蓄えるんですよ。旨味成分とか美味しい成分たっぷりの茶葉が、一番最初、春に摘まれるんですよね。それまでじっくりと蓄えていた美味しさが、一番反映されるのが春なんですね。春摘みはほぼ渋くないです。でも一方ね、春摘みが終わって夏になるとき、日差しが強くって、カテキンとかたくさん渋くなる成分が作りやすくなるんですよね。例えばですよ、春野菜のタケノコをイメージしてほしいんですよ。タケノコって、春の最初の方に食べるとね、アク出しもね、すぐできて美味しいじゃないですか。だけど、ちょっと収穫時期が後ろにずれたタケノコってね、どんだけアクを取っても、アクって取りきれないっていう経験ありません？ないかな？ないかもしれないけど。なんかどんだけね、アク抜きをしても食べると、口の中がざわつくみたいな、渋みというかえぐみですよね。が出てくるんですよ。そんなように、植物として同じ発想だと思うんですけど、夏に摘むと渋みというか、えぐみがどうしてもね、出ちゃうんですね。なので、渋くない紅茶を選ぶときは、春摘み紅茶を選んでみてください。春摘みっていうのは1年で春しかありませんよね。だから4月、5月、6月ぐらいで収穫って終わっちゃうんですよ。なのでね、私たちが買える時期も限られてるんですね。だから、ね、年中春摘み紅茶が買えるかっていうとそうではないので、購入できる時期が限られてるっていう点はご注意ください。春摘みって書いてる時とファーストフラッシュって書いてる場合があります。
これはね、両方とも春に摘まれた紅茶を表します。なので、渋くない紅茶が飲みたいなと思う人は、ぜひね、来年、春摘み、もしくはファーストフラッシュの紅茶を選んでみてください。すべての紅茶がこのね、春摘みとかね、ファーストフラッシュがあるかというと、そうでもないんですね。ダージリンやネパールは大体あります。そして国産紅茶も、場所にもよるんですけども、ファーストフラッシュたくさんあるので、この3つですね。北東インドのダージリン、そしてネパール。国産紅茶が春摘み、もしくはファーストフラッシュが売られるので、このね、時期にアンテナをね、立ててほしいなと思います。以上が渋くない茶葉を選ぶ方法でした。そしてここからは入れ方です。紅茶ってね、茶葉と水じゃないですか。今、茶葉の話しましたよね。なので次はお水の話をします。イギリス式のね、入れ方の回でもお伝えしたんだけれども、お水によって紅茶の味って変わるんですね。ミネラルがね、どれぐらい含まれてるかによって、お水は硬水とかね、軟水に分けることができます。日本の多くの場所は軟水なんですね。軟水だと、ミネラルが少ない分、茶葉がね、お湯の中でこう、自分の味を出そうとするときに出しやすいんですよ。でも、ミネラルが多いと、ちょっと想像してほしいんですけど、お水の中にいろんな物質がカルシウムとかカリウムとか入ってるんですね。そしたら、自分の味を出そうとするときに邪魔じゃないですか。カルシウムとかカリウムがあると。で、それが邪魔になってなかなかね、自分の持ってる味わいが出し切れないんですね。なので、渋い紅茶のとき、硬水を使う方法もあります。で、硬水っていうのはどういうものかというと、ミネラルをね、硬度で表してるんですよ。硬度が100以上のものが硬水です。スーパーでもね、硬水ってたくさん売られていて、ヨーロッパのものが多いです。例えばエビアンとかコントレックスなどなどがあります。コントレックスはもう硬度がものすごく高いんですよ。だから渋いのがもう絶対嫌だっていう人にはおすすめです。ちょっとね、紅茶の色合いがコーヒーじゃないっていうぐらい黒っぽくなるんですね。だから色合いがね、楽しめないっていうのもあって、エビアンぐらいがおすすめかなと思います。渋い茶葉の場合は、お水を変えるっていうのも一つです。そして次に、硬水のお水なかなか手に入らないとします。じゃあ家にある状態でどうしたらいいかというと、今度はお湯の温度を少しだけ下げます。紅茶は沸騰したお湯を使うのが美味しい紅茶を味わうポイントなんですね。でも、あえてです。あえて80度ぐらいのお湯を使います。なんで、100度に近いね、沸騰したお湯を使うといいかというと、まず一つ目は、ジャンピングって言って茶葉がね、ゆら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 、上がったり下がったりするんですよ。上がったり下がったりすることによって、紅茶の味わいが抽出しやすくなります。だから、茶葉の本来のね、味わいが出るので、熱湯を使いましょうと言っています。もう一つが、紅茶に含まれる、紅茶らしい華やかな、お花のような香りってありますよね。あれって、高温のお湯じゃないと出ないんですよ。なので、紅茶らしい香りを楽しみたいので、沸騰したお湯をおすすめします。でも、高温になると今度ね、カテキンって言って渋い要素ですね。渋みを表す成分が出やすくなるんですよ。熱湯で入れた方がいいって知ってるんだけれども、あえて温度を下げます。と言ってもね、沸騰して、ずっと沸騰して温度が上がっていって80度ではなくって、一旦100度まで沸騰させます。で、そっからちょっとね、お湯の温度を下げた状態で使う方が美味しい紅茶になります。80度ぐらいで入れると、紅茶らしい香りはおそらくね、そんなに出ないと思うんです。あの華やかな香り。ただ、青々としたスッキリとした緑茶のような、ああいうグリニッシュっていう表現をするんだけれども、爽やかな香りは楽しむことができます。渋み成分であるカテキンが出にくいので、それほど渋くない紅茶を楽しみます。なので家にあるお水を使った場合は温度を少し下げてみてください。そして次です。次はですね、茶葉にお湯を注いだ後、蒸らしますよね。蒸らし時間どうしてますか？茶葉によって大きさっていろいろありますって先ほど言いました。茶葉のサイズがいろいろあるということは、蒸らし時間もそれに合わせてほしいんですね。そう。でも大前提として、茶葉をずーっとポットに浸った状態で飲むのはやめてください。これはもう、どんな茶葉を使っても、どんな茶葉を使ってっていうと語弊だな。多くの茶葉が自分が持ってる味わいも全部出て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 いってしまうから、どうしても渋くなっちゃうんですよ。なので、
ポットに茶葉をずーっと浸した入れ方はしないでください。じゃあどうしたらいいのっていうことなんですけども、一定期間茶葉のサイズに適した時間蒸らした後は、もう一個のね、ポットにね、茶葉を茶こしでね、こしてほしいんですね。その時の蒸らし時間が茶葉のサイズによって異なります。茶葉って本当に大きさいっぱいあるんですよ。例えばですよ。これは若干ちょっとね、イレギュラーで、CTC という機械化されて作った茶葉なので、ちょっとね、イレギュラーなんだけど、こういうね、丸い茶葉があるんですよ。コロコロっとした。見えるかな？どうしたら見えるんだろう。こう、落としたらわかる？落としてもわかんないか。こういう、コロコロコロっとした丸い茶葉があるんです。こうするとわかるかな。落ちたよ、落ちた。見えます？ものすごく小さいんです。1ミリぐらいかな。でもコロコロって丸いんですね。こういうのは私は1分蒸らしています。で、同じようにこういうね、機械化されて作ったものじゃないんだけど、細かい茶葉があるんですよ。もうサラサラ、サラサラな砂みたいな。どうしたらわかるかな。これぐらい。イメージで言うと、一味とか山椒とか振った時のサイズ。それぐらいの茶葉も私は1分半とか2分ぐらいですね。そしてそれよりももう少し大きい茶葉もあるんですね。それがね、だいたいね、このサイズがね、リーフで買うと一番多いかなと思うんですけど、これぐらい。わかる？大きさとしてはこれぐらい。1センチかな？ 1 センチぐらい。それだと2分半から3分ぐらい蒸らします。そしてそれよりももっと大きな茶葉があります。これぐらい。大きいんでもなくて。ほぼほぼフルリーフみたい。これだと4分ほど蒸らします。そして国産紅茶に多いんですけど、ほぼほぼリーフそのまんまだよねっていう茶葉もあります。こんな感じ。めちゃでかい。これはね、手で持てるぐらいでかい。わかるか？めっちゃでかいんですよ。1、2、3、4、5センチぐらいあります。これだと5分ほど蒸らします。こんな風にね、茶葉の大きさによって蒸らし時間って変わるんですね。なので今言ったぐらいの感覚で一度蒸らしてほしいです。ただそれでも渋いなと思ったら30秒ぐらい蒸らし時間を減らしてみてください。茶葉を減らすのか。もしくは蒸らし時間を減らすのかだと、私は蒸らし時間を減らした方が美味しい紅茶が飲めると思うので、白いなって思ったら蒸らし時間を少し30秒ぐらい減らしてみてください。そしたら美味しく飲めると思います。そして次が入れ方です。前回フランス式の入れ方を説明しました。フランス式って何っていうと、こういったコットンを使った入れ方です。この中にね、茶葉を入れて蒸らすので、ポットで入れるほどジャンピングはしないんですよ。なので、優しい味わいが出るんですね、茶葉の。ポットの中でジャンピングするわけじゃなく、このね、ポットの中でゆっくりと茶葉が開いていくんですよ。なので、それほどね、渋み成分が出ないんですね。とっても優しい味わいになります。今ね、このね、コットンフィルター売ってる場所が劇的に減っていて、なんでかわかんないんですけど、もし欲しいと思われるんであれば、コーヒー用のネルを使うことをおすすめします。おすすめを概要欄にも書いておくので、チェックしてみてください。これを使って入れると、優しい味わいになります。で、詳しい入れ方は、フランス式の紅茶の入れ方の動画を見てみてください。ちょっとだけ見てほしいなと思うので、入れたシーンだけになるんですけど、見てみてください。こんな風にね、このコットンフィルターをお持ちの方、もしくは購入してみようと思う方は、ぜひぜひやってみてください。そして次、フランス式いいのはわかるけど、でもなかなかね、コットン買えないよっていう場合もあるじゃないですか。なるべくなら家にあるもので入れたいですよね。っていう時におすすめなのが、中国茶を入れる入れ方があるんですけども、それを少し紅茶版にアレンジした入れ方です。実際にね、やってみたいと思います。お湯が沸きました。ポットを温めるところは、いつもと同じです。
割と渋い茶葉が多い乳葉を今日は使っていきます。いつもと同じように 5g 入れます。で、こっからがですね、ちょっと違うんですね。いつもだったらこっからね、300cc お湯を注ぎます。でも、この入れ方は、少量ずつ短時間で蒸らす入れ方になるので、まず100ぐらいでね、100入れます。10秒ほど蒸らします。はい、10秒経ちましたので、入れます。もう入れていいの?って思うかもしれないんですけど、ここでね、少しずつ茶葉が開いているので、またね、次足した時に短時間でもね、しっかりと味わいが出ていくんですね。はい、また10秒経ったので入れます。で、1煎目より2煎目の方が茶葉が開いていることもあって、濃く出ます。次3煎目ですね。で、これが最後なんですけど、同じように100入れて、そしてまたね、10秒蒸らします。入れます。短い時間なんですけども、高温で3回蒸らして入れてます。1煎目はね、どうしても薄いんですね。まだ茶葉が開ききっていないので。でも、2煎目、3煎目は茶葉が開いた状態で蒸らすので、しっかりと味わいが出ていきます。で、そんな風に、1煎目の味わい、2煎目の味わい、3煎目の味わいがミックスされた紅茶になります。なので、いろんなね、味わいが混ざって、いつものように入れるのとはまたちょっと違った味わいになります。実際にね、ちょっと試してみます。味わいは優しくなります。でも、乳葉の特徴っていうのかな。鼻に抜けるようなスーッとした香りとかしっかり出るので、渋くて飲めないなーっていう場合は、こういった入れ方もおすすめです。今ある道具でできるので、ぜひやってみてほしいなと思います。これだとね、とっても手軽にできるんじゃないかなと思います。そして、最後。最後がですね、ブレンドするです。どう頑張っても、渋いものはやっぱり渋いんですよ。どうしようもない。じゃあどうしたらいいのっていう時におすすめなのが、ほうじ茶を混ぜるです。蒸らし時間の話をさっきしたんだけれども、ほうじ茶ってどんだけ長く蒸らしても渋くならないんですよ。なので、例えば今お持ちの茶葉が小さくても大きくても、ほうじ茶をね、足してこの茶葉に合わせた蒸らし時間を蒸らすと、ほうじ茶の香ばしさとまろやかさで渋みがね、軽減されるんですね。なので、どうしても渋い、もう使いようがないっていう場合は、5g になるように渋い茶葉とほうじ茶を足してみてください。この割合がどれぐらいかは、ご自身の勘でやってみて、飲んでみて、あ、ちょっとほうじ茶多いなと思ったらほうじ茶減らして茶葉を増やすみたいな、そんな感じで気軽に 5g になるように混ぜて飲んでみてほしいなと思います。そして、番外編番、10選って言いながら10選超えちゃったから、番外編。番外編としておすすめなのが、紅茶を割って飲むという飲み方です。例えば、オレンジジュースと紅茶を混ぜてみる。もしくは、赤ワインと紅茶を混ぜてみる。白ワイン、日本酒、ブランデー、梅酒、いろんな飲み物と紅茶って実はめちゃくちゃ合うんですよ。以前に白ワインかな。お酒と混ぜたシーンがあるのでね、参考に流します。こんな風に紅茶で割ると紅茶の味わいが薄まるんじゃなくて、総合的に良いバランスになって飲みやすい新しい味わいになるんですよ。番外編と言いながら、もしかして一番手軽でおすすめかもしれない、やりやすいのが、大好きな飲み物、もしくは逆にね、あ、これ飲むのちょっとしんどいなっていうような飲み物ありません?ないか、ないかな。例えば日本酒とかワインとかでも自分の好みじゃないなとかいうものってたまにあったりするじゃないですか。そういう時は、試しに紅茶で割ってみてください。きっと、その飲み物と紅茶の相乗効果で、美味しい飲み物に変わります。え、なんかわかんないけど飲みやすくなった。
手軽にね、できるので、ぜひ試してほしいなと思います。というように、今、ずわーっとお伝えしました。紅茶って渋くないんですよっていうのが言いたかったんですね。とはいえ、渋いものもやっぱりあるんですよ。で、その渋さが欠点かというとそうでもないんですね。例えば脂っこいものをね、食べてるときに渋みが口の中をさらっとね、油分を取り去ってくれるっていうような渋さが心地よい場合もあるんですね。私もそんなに渋い紅茶が好きじゃないので、なので今回渋くない紅茶を飲む方法を10選と言いながら多分10を超えてますけれども、お伝えしました。どれかね、一つでもできそうと思ったものが見つかった人は、ぜひぜひいいねボタンを押してみてください。今日はここまでです。ありがとうございました。